こんにちは、佐々木です。本日はメルカリヤフオクでヤフー簡単決済の詐欺被害を受けました。匿名発送詐欺の対処方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画では私が実際ですね、先日ヤフオクで詐欺ですねをちょっと受けそうになりましたので、まあ、ぜひ報告させていただきます。先日ヤフオクで商品が売れたんですね。で、購入者の人がすぐに商品を送ってほしいっていう連絡がありました。で、あいにくその日はですね、用事があったんで、まあ、ちょっと発送できなかったんですけど、その後ですね、まあ、数時間経ってからヤフオクからですね、連絡があったんですね。で、カード決済が取れてないので、まあ、購入者の方もね、すぐ連絡を取ってくださいってあったんですね。で、これおかしいなと思って、まあ、購入者の人に、まあ、連絡してね。で、ヤフオクにもすぐ連絡したんですけど、この時に、即ね、商品を送っていれば、もう、商品返ってこないので、詐欺ですよね。で、この購入者の方はですね、連絡ないですね。実際に。なので、すぐにブラックリストに入れて、ヤフオクに被害情報を連絡しました。はい。なので、匿名発送って今やってるんですけど、これって匿名発送の闇ですよね。まあ、ヤフオクはわかると思うんですけど、まあ、自分たちにとってはわからないので、これが匿名発送の、まあ、詐欺ね。詐欺の闇になると思うんですよ。なので、ぜひね、この匿名発送っていうのは、逆に言うと詐欺行為に、詐欺ね、やられる確率高いので、ぜひこれを気をつけてね、販売していただければいいかと思います。ぜひ気をつけてみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。